リアリティサムライ、運命だ。RE2 の背景だと思って、いや、なんか RE4 でもいけるかなと思って BGM 消したら、いいやん。さあ、今日あれやで、久しぶりにコメント欄開放したで。久しぶりにコメント欄開放したよ。これであれやな、訴訟されるかもしれないリスト3人に増えたわ。ツイッターめっちゃ面白いっしょ。久しぶりに面白いことになったね。おもろすぎるんよ。訴訟されても負けん気がするかって、そもそも、その、証明ができないから、お互い。お互い証明ができないから、それはもう水かけるようになるだけなんでね。その、パクったパクってないみたいな話は。無理です。もちろん、それは。で、訴訟もされないと思います。何に対して営業妨害、誹謗中傷らしいよ。でも事実やからね、そもそもね。絡まなきゃいいよね、それったら。自分から絡んできといて、いざ言い返されたら訴訟しますとかさ、そんな都合のいい世界はないよ。まあ、僕の最近の直近のツイートを見てきてくださいよ。だいぶ聞いちゃっとるわ、これ。ペンタさん来た。ペンタさん、ペンタさんの完璧なペンタレットが。そうやで、訴訟するって言って訴訟せんのもやばいからね、普通にね。まあ、訴訟を考えざるを得ない事態になりますって。まあ、これも脅しと捉えれるからな、普通に。まあ、僕は、訴訟はしないですよ。僕はしないです、絶対。そんなめんどくさいことしたくないんで、わざわざ。小銭稼ぎしかならんし。買ったとしても。時間かかるし、めんどくさいだけなんで。ペンタさんの完全論破、マジおもろかったな、ほんとに。無視で安定。いや、まあ、普通の配信者やったら無視で安定ないけど、僕の配信は結構ネタにするからさ。ネタにしてみんなで面白がる配信やから。みんなでネタにしていこうかなと思って。僕のコンテンツは全て再利用されたコンテンツです。それね、なんか、正当化するためになんか他の人も書いてますって言ってたけど、で、なんかその権利者様から直接問い合わせてさ、何様やねんって何回も言ってるけど、この話。何様なん、あんた。なんでそんな偉そうなこと書けるんって話、そもそも。もうそれがね、テンプレとして出回ってんのよ、そういう、なんていうの。情報商材売ってるような、そのステルス YouTuber 界隈でさ、みんな再利用されたコンテンツやから、正直。ほとんど。で、再利用されたコンテンツじゃありませんってアピールするためだけに書いてんねんけど。まあ、トマトちゃんの場合は実際に動画撮って編集してやってるのは事実やけどね。だから違う、実際違うのは違うんやけど、それを別にアピールする必要なんかどこにもないし、そもそも。訴訟はめんどいって、めんどくさいよ。まあ、それで脅してくる時点でちょっとキッズやなって。まあ、それでビビると思ってんの、こっちが、みたいな。そんなさ、こんなんで訴訟して、もし仮に向こうが勝ってもよ、わしがそれで困るかねっていう、お金持ってますからね、別に。なんともないよな、ほんとに。そう。マンさんみたいな立ち回りやな、ほんとに。マンさん。僕の配信でも、今までその訴訟をちらつかせてきた人っていっぱいいたんですけど、でも全員女性なんですよね。もう子さんしかわからんけど、最初はじいさん。あいつは、バカやから、僕のその、当時の事務所の代表の酒井さんになんか連絡しとったから、いや、僕個人の話や、みたいなね。バカなのと、あともう一つは、あれ?プレメンでここだけの話に書いたよな、確か。そうそうそう。相当やばいよ。で、なんかフラゲーしてるんじゃないか、みたいな疑惑まであるから、この人。疑惑ってか多分ほぼ黒やと思うねんけど。いろいろ調べたけど、なんか、発売から数時間後とかになんかラスボス戦の動画とかエンディングの動画とかなんか上げてることが結構あったらしくて、もう明らかフラゲやろみたいなめっちゃ言われてるね。だからそれに関しては、もう正直モラルがあるかないかって言ったらないやん、圧倒的に。モラルないでしょ、どう考えても。で、今回の件は、正直厳密には証明はできないよ、もちろん。厳密には証明できないけど、まあ、僕の中ではほぼ黒かなって思ってるけど。裁判費用どれくらいかかるのか知るのか、ね、過去に訴訟したことあるらしいよ。学生らしいけどな。まあ、キッズやんな、本当に。フラゲかデータリスト、でも、この人コンソールやからさ、フラゲないよね。多分。もし早く入手してるんだとしたら、フラゲないよね。フラゲのルートあるんじゃない?まあ、ツイッター見たけど、梅に木頑張れ。もしかして僕が凹んでると思ってるのか?こんなんで。アライグマさん、ありがとうございます。頑張れって言われても。こんなん、格好ネタでしょ。僕の配信で今までこんなん何人湧いてきたと思ってんねん。全員おもちゃにしてきたわ。会話社長さんありがとうございます。久しぶりにリアタイで見れました。ありがとうございます。会話社長動画バズっとったね。そういえば、解説動画みたいなの上げて、僕ちゃんと補足してますよ。いやーなんか、プレメンの人がね、バイオの動画上げてバズるの嬉しいな、普通に。
ちゃんとなんかそのツボを押さえてるなーっていう感じでしたね、解説まとめの動画。へこんでるとは思ってないですよって、アライグマさんありがとうございます。マジネタないよな、本当に。野菜同士の争いかって、梅って野菜なんか。24時発売で1時間後にラスボスの動画上げてんの？それもアウトやろ、普通に。無理やん、そんな。言い訳したけど、結局他の人のは参考にしてるって。まあ、それはね、別にいいと思うよ。うん。別にいいと思う。うん。参考にするのは。僕、悪いことじゃないと思うし、パクってもいいと思うけど、なんかその、なんていうの、なんかもっとこうあるだろうって話なんよ。わかる？これ。別に言語化する云々の話じゃなくてさ、なんかもっとこうあるやろ、みたいな。うん。もちろんその、配信で生まれてさ、で、ペンタさんが最適化して、ペンタレットや、みたいに言ってるんだったら、まあ、僕だったらよ、最適化する、その、動画にするんだったら、例えば、梅田ジャパンの配信で見つかったみたいなんですけど、とか、喋るとか、なんか字幕入れるとか、したらそれだけで別に済む話やと思うんだけどな。うん。別にそれをしてなくてもよ。してなくても、もう正直もうみんなが同じような動画上げまくるから、正直、モラルなんて合ってないようなもんやからさ、そもそも。うん。ないようなもんなんで、別にいいと思うんですけど、そこじゃないよね、僕言いたいの。そなんていうの、パクリを、なんて認め、なんて完全に認めさせたいみたいな、そういうのじゃないよ。で、これってその証明もできひんし、うん。結局証明できないじゃないですか。なんかツイッターにアホなこと書いてるやつおんのよ。なんか Google に問い合わせて視聴履歴を見たらいいんじゃないですかみたいなこと言ってたやつだけど、じゃあそれサブアカで見てたらどうなんのって話だし、そんな補足できるわけないよ、そんな。完全に証明なんて無理やからさ。うん、そういうのじゃなくて、その後の立ち回りよな。うん、その後の立ち回りがさ、なんだこれみたいな感じの話よ。うん。紅茶さんお帰りメンバーです。アナル法律事務所さん会えてます。正直、前工場含め、梅田さんの参考というかパクリみたいな編集でした。わざわざ言うと、ああ、ちょっと動画はちゃんと見てないんですけど、そのバズってんなっていうのだけ見てましたね。うん。ありがとうございます。そうそう。言葉に表す、まあ、モラルがあるかないかって話になる。でも、フラゲに関しては、やば、アウトでしょ、普通に。ダメでしょ、それは。うん。でも、メーカーが本腰入れないと多分規制なんかしないやろしね。うん。結局、例えばよ、その3日前とかに上げとったらさすがにアウトやん。それは、バイオの場合だったらカプコンって消してたし、ちゃんと、フラゲの動画はね。うん。でも、発売してしもたらもうなんか、一緒というかさ、うん。まあ実際ガチで相手が見つけてる場合もあるけど、それは証明できないよ。僕の中では確実に黒やけどね。だって、誰とは言わないですけど、他の人が配信で見つけたものを即動画ネタにしてるとかいっぱいあるんで、あの人。うん、バイオに関しても。うん。話もらってるんで、あえてここでは晒しませんが、あるんで、だから僕も黒やなと思ったんですよ。この一件だけを見て、こいつがこの動画だけを上げとってさ、それで、うわ、こいつパクったら即パクりよったとは思わん。それやったら偶然見つけたんかなってのもあるけど、過去にそういう事例がいっぱいあるんで、怪しい事例がね。うん。黒いんじゃないかっていう事例がいっぱいあるんで、僕はもう結論付けたわけですよ、そこでね。オーストラリア版をフラゲって言ってる方がいるんですかって、もうそれ話が全く違うって、それもうギコちゃん出してくんなって、マジで本当に。もう今ギコちゃんじゃなくてトマトちゃんや。あれ、ちゃんつながり。あ、リュウさん15ドルドネットありがとうございます。ナイスファスト、あざす。そうなんよ。まあ、その一言 RTA 勢がテクを見つけたとか書いてほしいかなとか、まあ、それでもいいと思うんやけど、まあ、それはね、個人の感覚の違いやから何とも言わないんですけど、そこに関して言ってんじゃなくてね、その後の、あれよね、うん。ちゃんつながりはマジおもろいよ。うん。発言には十分お気をつけいただきますようお願いしますとかさ、こんなこと言えへんで、普通。仮にも、例えば、僕のことを目上やと思ってるんだったら、仮にもね、思ってんやったらこんな発言できひんよ。まあだからそこもキッズなんやろなって感じ。うん。トツしてくれないかなって。お、トツ待ってるよ。で、トマトちゃん信者？トマトキッズ？そこら辺の配信荒らしまくってるトマトキッズ？迷惑被ってるって話いっぱい来てますよ。タレコミ。トマトキッズくんたち？文句あるんやったらトツしてこいよ、ほんま。ツイッターでワン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 叫ぶんやったらさ、トツしてこいよ。直接話そうぜ。逃げんなよ、ほんと。まあ、そういうなんか、新しく見つかった小ネタとかを、でも僕ね、評価はしてるよ。それはすごいなと思う、正直。評価はしてる。すぐにそのリサーチして、それを自分でちゃんと動画撮って編集してあげるスキルはすごいなと思ってる。やる気もあるなっていう。うん。ただ僕は、そういうスタイルはやりたくないなと思うけどね。やっぱそのトレンドを追い続けなければいけないから、正直しんどいんよね。うん。で、そこになんていうの、固定の視聴者ってやっぱついていかんから、しんどいなと思うけど、まあそれがずっとできるんであれば、で、まあ、最悪人雇ってもいいやんか。まあスケールアップもできるし、ビジネスとしては全然、理にかなってるというか成り立ってるから、全然いいなと思う。そこは僕、素直に認めてるよ。それはすごいなって。
すぐにやっぱ動画にできる。うん。それをモラルがあるのかないのかって話はまた別ね。モラルとビジネスはまた別やから。うん。それは悪どいことして金稼いでるやつなんかいっぱいおるから。うん。いっぱいいるんでね。うん。民事だったら痛くも痒くもないって何もない。古虫でしょ、そんな。トマト小僧に鉄追よって。ヘイヘイさん、ありがとうございます。ヘイヘイさん、メンバーになった方がお得っすよ。あざす。そう、リサーチはすごいなって思うよ。うん。まあ、でも誰でもできるけどね、別に。そんな突飛とした能力ではないけど。まあ、それをすぐ撮って編集。まあ、中にね、編集班とか、撮影班とか、人がいるんかどうか知らんけど。でも学生って言ってたから、どこまでその、組織化、仕組み化してんのか知らんけど。うん。でもこの人はいるでのこそ、昔の話をいろいろ知ってるんで、僕はね。うん。ずっと補足してますんで、で、フラゲー云々の話も知ってるから、うん。なんかポケモンの時とかもなんかひどかったらしいからね。うん。うん。あ、そうそう。あとそう。なんかおかしいね。ほんとになんか。梅田ジャパンさんのことは尊敬してます。でも配信見たことありませんって。ん?ん?ん?みたいなさ。いや、おかしいやろみたいな。尊敬してないでしょ、それ。そんなやつおるん?学生そこまで、まあ、金稼げるからね、やっぱそれで。うん。ガツガツ稼いでるのはすごいよ。ほんまに学生か知らんけどさ。俺みたいな刑事事件とかもう、ってお前言うじゃん、お前。お前あれやろ。なんかボコボコにしたやろ、確か。職場の人間。やめろってもう。まあ、これ、だから全部もうツイッターに上がってるんで、みんな気になる人ツイート見てくださいよ、これ、全部。うん。ツイート見たらもう、どっちがバグってるかわかるよ。うん。でさ、やっぱこういう時なんか、なんていうの。梅田ジャパンも必死で草、どっちもどっちで草、みたいなさ、コメントするやつ湧くんやんか。当たり前やん、そんな。こんなさ、こんな大事なやで。配信ネタ、そんな見逃すわけがないやん、この僕が。当たり前やん、そんな。どんだけ美味しい思いするか、これでな。うん。エイプリルフールの嘘はもう有効期限が過ぎてますよ。確かに。まあ気にしないでありほうやろって違うんですよ。こういう香ばしいネタをね、みんなでこうやってくっちゃべるのがいいんよ。何を言ってんのか、ほんまに。まさかあれか?トマト信者か?トマト信者来たか?流そうとしてんのか?話を。あと2、3時間ほじくったのか?ほんまに。こうやってみんなで楽しんでんのよ、この配信は。ずーっとこうやってきたんよ。それでもう5年やってきたよ。5月で6年目になるよ。これでこそ梅田ジャパンの配信なんよ。今までこれでみんなでどんだけ遊んできたか、おもちゃだ。これ以上言われのない発言や、当方をいさめるような発言をされるのであれば、営業妨害または誹謗中傷として考えざるを得ない事態になります。これは脅しではありません。過去にも事例があります。どうぞよろしくお願いします。どういうことって。教えてくれよ、わしにも。わしにもどういうこと?教えてくれ。確かにな、これ、配信するタイミングがさ、エイプリルフールかって、言われるね。うん。エイプリルフールってでもなんか俺知らんかったんけど、午前中しかなんか、嘘ついたことあかん、嘘つか、ん?午前中しか嘘ついてはいけないらしいね。知らんかったわ、僕。普通に夕方に嘘ついて怒られたんやけど、さっき。覚悟の準備をしておいてください。過去にも事例ってなんか訴えたんじゃないの?まあでも僕からしたらそうやって訴訟をちらつかせて脅すような文言にしか聞こえんけどね。うん。午後はネタバラシの時間だし、それ知らんかったわ。うん。こんな初耳だった。わさおさん、ありがとうございます。ネタにして金にするのほんとうまい。もうね。こういうのをいかに料理するかっていうのがさ、そこがやっぱ配信者の技量が問われるとこやからな。うん。脅してるやろ、これ。これ脅しやと捉えれるよね、普通にね。捉えれないんですか、これ。僕その法律とか全く詳しくないから分からんねんけど、普通になんか僕脅されてるような気分ないけどさ。いいよ、全然、突してくれたら。突してくれたらいくらでもお話ししますよ。てか別にそんなんか、うわーとか言いたいとかじゃなくて、別に真面目に話できるから僕。うん、誰とでも。サンズヘフリーさんやってます。ツイッターフォローしないと、ツイッターフォローしといてな。トマトは嫌いやって。わしはトマトは大好きです。オイラはバイオ RE4 クリアまでやったけど、一応社会人でゲームに使う時間あんまりなくて、チャプター10まで行ったタイミングで梅田さんのツイート見たらエンディングのネタバレ食らったよんって。お疲れ。ツイートを見てしまったあなたが悪いかな。うん。どのタイミングでそのさ、OK なのかとかわからんやん。じゃあ今投稿してさ、今あなたが全く同じ立場やったとして、今ネタバレ食らいましたじゃあ言えるんですかって話。うん。それいつだったら OK なんですか。人のさじ加減でしょ、そんな。明確なルールあるんですか。発売前に出しちゃったらさすがにやばいなと思うけど。まあでもほんとすぐに訴えますとかいう男の風上にも置けないやつおるよねって。まあ、まあさっきも話してんけど、僕に対して訴訟ちらつかすぎたのは今まで全員女性でしたね、3人。3人いるんですけど。はい。全員女性でしたね。男は初めてですわ。一ヶ月ぐらい置いて欲しかったやって。やば。一ヶ月も置かなあかんの?無理やろ、そんな。一ヶ月はやばいよな、普通に。そう、自制してる人はみんな自制してたよ。コメント欄で書いたから。自制できないあなたが悪いんじゃないですかね、それは。うん。自制してる人は、
だって今このタイミングとかでも、よーし、やっと終わったから、梅田さんの初見プレイ見るぞーってコメント結構あるしね、普通に。うん。1ヶ月ってやばいやろ、ほんまに。だってツイッターは見ないっていうのができるからな。YouTube も見ないってことができるからさ。うん。だから別になんていうの、そこまであなたがその、バイオ4に対してそんな熱量がないんでしょ。ほんまにさ、マジで見たくないやったらさ、絶対知恵するもん。うん。僕はね、元からネタバレなんて気にしないタイプなんで。ネタバレされても、おーってなるぐらいやけど。うん。そう、だから SNS 立つしかないし。あれじゃん。あの、フラゲの動画が YouTube に出回ってるよって僕、動画も出したじゃないですか、普通に。うん。そもそもなんで揉めてんの？だから見てこいって Twitter、お前。お前の理解能力がないの分かったから Twitter 見てこいよ。あの人と、あの人と、あの人かって。二人はね、一人はあの、まだプレメンでしか晒してないけど、G さんと、何やっけ、大山祐希と、あと、ほにゃらら。ネタバレしてほしくなかったね。そう、ほんまに嫌なんだったらさ、絶対に立つでしょ。うん。でそこでツイッターをファって見てしまうってことは、そこまで、もしかしたらそこでバイオのネタバレを見てしまうかもしれないっていう、その意識がないから、そういうことができるんでしょ。そもそも。YouTube のおすすめ、そう、勝手に出てくるからね。うん。でもそれほんまに、でもほんまに嫌なやったらで、ね。ほんまに嫌なやったらそうするしかないやん。うん。まあ、そのスケールは違うけどさ、もうなんていうん。例えばもう交通事故に遭いたくないですって言ったらさ、もう家におりゃいいやんっていう話になるから、結局。うん。それは車乗った交通事故に遭うかもしれんやん。大げさな話をするとそれと一緒やと思うけど。夏目されてます。リメイク作品のネタバレはそんなに気にしないで。まあね、大筋は一緒やからね。ネタバレどっからか理由そうやで。個人的になるけど、オイラは2時間ぐらいゲームやったらしんどくなって休憩がいるんよって。マジでどうでもいいって、それは。マジでどうでもいいよ、本当にな。超個人的な話で、なんていうの、その、ネタバレうんぬんの話に何も関係ないやん、それ。海外のサムネとかネタバレはそう、だからもう、なんていうの、その、いるやん、そういう奴らは。もういるものやと思っとかんとさ、サソリさんおかえりメンバーです。ナイスメンブルッ。いるからさ、絶対。いるものやとして扱わなあかんやん。うん。で、犯罪者じゃないやん、別にそいつらってさ。犯罪を犯してるわけじゃないから。で、モラルがあるかないかっていうのはその人個人の感覚やから違うし。それはね、ネタバレ嫌な人からしたらモラルがないなってなるかもしれんけど、でも、そいつらからしたら別にどうでもいいわけやからさ。釣り屋かって、なんかもうサブアカ臭いよね、ほんとに。それか、あの、トマト視聴者かもしれんで、トマト視聴者がトマトの話を忘れさすために、こいつにあの、ヘイトを向けさせてんのかもしれん。シンギラさんメンバー、ありがとうございます。ナイスメンバー、ありがとうございます。くだらねえ争いで腐ってくだらないやろ。こういうことを僕5年もずっとやってきてんのよ。それでずっとね、配信を伸ばしてきたし、お金儲けしてきた。マジで最高。うん。僕はこういうの大好きやねん、ほんとに。こういう話マジ大好きで、しかもそれで、お金になるって、もう最高、ほんとに。うん。皆さん、僕は3件もしかしたら訴訟されるかもし、3件じゃ4件か、これで。4件訴訟されるかもしれないで、皆さん助けてください。助けて。ネタバレとは話が違うけど、ツイッターとかは見てしまうよねって話で。一緒やん、それ。ネタバレを自制するのにツイッターを見るか見ないかって話をしたから一緒やん、それ。何を言うとるか、お前。どうやって助けたらいいんじゃって。メンバーなって。ツイッター見てきたって面白いでしょ、本当に。うん。訴訟 RTA。なんでかわからん。なんでかわからんねんけどな、本当に。うん。今の時代ネタバレ回避無理だろって。ほんまに全部立つしかないでしょ。うん。アメリカの訴訟ぐらいくだね。こんなんで訴訟になったらほんまにさ、めんどくさすぎるでしょ、その対応する人らも。こんなんで訴訟してあかんよ、本当に。プロレス見てて楽しいって。向こうはプロレスだと思ってんのかな？このお金で弁護士雇ってください。トナオさん4000円、ナイスパス。4000円で弁護士雇えへんな、さすがに。うん。そういうバカのおかげでお金は稼げますって。まあ、ありがたいよね、ほんとね。養分になるからさ。うん。裁判になったら弁護士用高いんですかね？いや、高くないでしょ、そんなに。うん。たかだか民事でしょ？数十万じゃないんですか？逆にこれを裁く裁判長がかわいそうって。ツイッター見たけど、訴訟する要素が全く、そう、何に訴訟されるんやろ、僕はそもそも。ニューコンテンツが来たと思って駆けつけましたって。言い方よ、ほんとに。いいね。まあ、皆さん気になる人はツイッター見てこいよ、ツイッター。この名探偵の推理が正しければ、梅田さんは無罪。来たー、久しぶりに眠りの心。来たねー。マシロファングさんメンバーありがとうございます。ナイスメンバー。ありがとうございます。売名とかですかねって。まあ、売名なんかな、よくわからんけど。お、シバゴロンさん、プレメンアザス、デスタムアじゃねえ、これ何やっけ、オルゴデミーラか。ナイスメンブルッ。プレメンはプレメン専用の特典がいっぱいあるんでね。ぜひ、見てってください。ネブリおるぞ、久しぶりやな。
刑事事件なんてならんでしょ、どう考えても。売名にしてはタイミングが遅くない。でもその売名するメリットがないよね。なんていう、その人個人、うんぬんっていう話じゃないやんか。結局動画やし、あの人やってることってね。うん。まあ、もちろんあれで、個人のファンも少なからずはついてるんかもしれんけどさ。でも例えばなんていうの、僕とかツナマグロさんみたいに、こうやってね、配信で喋ったりとかさ、一応自分のその個人アピールしてるやん、やっぱそれを。で、それに対してやっぱファンがついてくるっていう、そういうのとはまた全然立ち回りが違うから、ってなると売名する意味がないんじゃないかなって思っちゃうよね。オクタハンクさんメンバーありがとうございます。あれ？オクタハンクってこれさっきの人じゃないの？はい、スメンバー。ネタバレ食らったとか、文句垂れるのにメンバーになってくれるってすごいな、本当に。売名ならスパチャで荒らした方がいい。そうやで。そっちの方が絶対いいよ。コスパいいよ。みんな言ってるけど、配信見たことないのに尊敬してるとおかしいよなって。おかしいよ。コウヘクさん、ブレメン、あざす。ナイスメンブルーあざす。これで許してくださいって。すべてを許そう、オクタハンク。トマトの米欄荒らしてきましたって。こういうのは違うんよ。こういうのを僕しろって言ってるわけじゃないから。ごめんね。普通に NG にするけど。これは違うから。うん。俺、荒らせって言ってるわけじゃないからね。別に。おかしいことはおかしいでしょって言ってるだけやからさ。これは違うんよ。これはただのキッズやから。こんな話題でメンバーしっかり獲得できる。そうなんよね。逆にどの部分に尊敬心が鍛えて、まあ尊敬っていうか、まあその認知はされたかもしれんね。バイオハザードで数字を持ってる人なんやーぐらいなんじゃないの。でも配信見たことないですって尊敬してますってさ。それはさすがに通じないんじゃないかなっていう。サルザール、金玉、ニコア、トマトさんが動画出す前に吐く。だから、そのやってることはあの人は海外の動画調べて、あ、こんなんあるんやって即自分でネタにしてるだけやから。それだけです、やってることは。リサーチして、自分で動画撮って、編集して、アップして、それだけ。ここの視聴者、これ好きそう。いや、好きじゃないね。興味ないもんだって。梅田ジャパン、自分が好きな配信者の周りのことやから面白いんだって、なんていうの、第三者の全くわけわからん、そんな事例、YouTuber の事例とか、僕全く興味ないですからね、正直。まあ、配信で話題に上がったらそうなんやってネタにあげるぐらいやけど。これさんのとことはちょっと層が違うかな。マジレスすると。みんなで楽しめるやん、これ。そもそも攻略なんて、いろんな人が気がついてるんだけだから、誰が最初とかはどうでもいいやと。やっぱ僕別にこれは自分の配信で見つけたもんなんです。これを盗まない、ね、パクって動画にしないでくださいとかさ、あなた明らかにパクって動画にしてますよね。完全に証明ですよね。とか言いたいわけじゃないからね。さっきも言ったけど。テディさんありがとうございます。そう、これは当事者じゃないのに、これとかその滝沢ガレスとか当事者じゃないのに、それをネタにして飯食ってるから嫌われてるんですよ、みんなに。そうそうそう。まあでも、ああいうのはみんな好きやからさ。結局人の不幸が好きやから、人間って。日本人は特にそうやね。だからああいうのに人が集まってしまうんよ。でも、なんていうの、暴走してもその止められへんような化け物が出来上がってしまったよ。ツイッターだと滝沢ガレスでしょ？YouTube だとこれさん。そうなんですよ。800円しか出せない社畜看護師ですって。よりよりさんありがとうございます。大丈夫ですよ、別に。そう、ゴシップ大好きなよな、みんな。ガレスにトマト氏がいじられそうって。まあ、それは、垂れ込んだらネタにしようかもしれんな。まあ、別に僕そうやってさ、なんていじめたいとかそういうわけじゃないから。これさんにじゃあ突してガレソに DM 送ってさ、これをじゃあさらそうぜみたいな、そんなことは思ってないから。ただ僕は自分の意見をただ配信で言って、お金儲けできるで。ガレソの高校生さらしみたいなやつは法律的にはセーフなんかなってよくわからんけど、そこら辺法律詳しくないから。最終的に梅田さんもトマトさんもどうしたいのかわからない？まあ、トマトさんはちょっとおかしい人やなっていうのを言いたいってだけかな、僕は。まあ正直、その黒い噂が、フラゲしてるっていう黒い噂が付きまとってるでしょ、ずっと。で、正直モラルはないなと思います、僕。あのスタイルに対して。モラルはないし、で、収益化停止されて、ファビオったんか知らんけど、よくあるテンプレ、なんか権利者様から直接ご連絡くださいとかさ、再利用されたコンテンツありませんみたいなアピール、いらなくねみたいな、そういうのいらないし、お前どの立場やね、偉そうやなって正直思ってますけど。そもそも裁判の話出して相手を脅すこと自体アウトじゃないのって、アウトやと思うけど僕。僕も脅されてるような気分やで、正直。これって身内、まあだから僕は当事者やからね、これはね。そうそうそう、僕は言いたいだけです、ただ。配信ネタにしたいで、まあ、要は僕、その、養分やと思ってるんで、こういう人らって全員。自分の養分になればいいかなって。美味しく料理して、お金稼げればそれでいいかなっていう。で、視聴者がそれで面白がってくれればそれでいいかなっていうだけです。
そう、訴えるとかいちいち言わん方がいいんよ。うん。訴えるとか言わんと黙って訴えた方がいいよね。うん。梅屋さんに突っかかると、梅屋さんにしか利益いかないのに、かわいそう。いや、まあ、これででも認知されたんじゃないの？バイオハザード界隈からは。いいドレッシング。そうそう、それぐらいなんですよ。裁判になるとかいうのは詐欺師の常套手段。本当にガチで訴える人は訴えるって言わない。まあ、その方がいいからな、絶対。本番はなんか大変なことになってますね。なってないですよ。いつも通りです。久しぶりにコメント欄開放したから。最近コメント欄を開放しなかった理由は、あれですよ。タイムアタックに一生懸命すぎてコメントを読む暇がなかったからですね。余裕がないまだ。もっとこなれてきたら、コメントがどんだけ荒れ狂ってようがタイムアタックできるんやけど。料理方法は決まってるのって、まあもう十分配信で言ったんじゃないですか、今。訴える気ないのに訴えると言うと脅迫罪。なるほど。来いよ。やろうぜ、とことん。トマトさんは前例があるんですのって。そのパクったかパクってないか。いや、そもそもだからそういうスタイルねって、そもそも。海外勢の動画を見て、そのまま、それを自分で動画をネタにしてるんですよ。そもそもそういうスタイル。で、トレンドをずっと追い続けて、再生数稼いでるって感じ。エルデンリングで一番バズったのかな？梅屋さんの動画を前から見てましたけど、普通にトマトの動画を見てたので、謝罪のメンバー、いや別に見たらいいんじゃないの？別に。見て悪いことはないと思うけど。うん、パクリっぽいとかって、パクリってか、まあ、パクリはパクリやで、もちろん。パクリはパクリやけど、パクリ方にもなんかやり方があるよねっていう話よね。うん。そこはなんていうの、良心の話というか、モラルの問題やから。うん。まあ、それで本人はいいと思ってるんでしょ、絶対。いいと思ってなきゃそんなことずっとしないでしょうから。いいと思ってるでしょ。自分が見つけたとは多分言ってないと思うけど、さすがにそこまではね。そこまでしょったらもうやばいよ、さすがに。うん。でもそれもさ、証明ができひんからな。結局水かけ論になるじゃないですか、それも。うん。いや、僕見つけたんです。たまたま同じタイミングで見つけたんですって言われたらさ、おーってなるから。そこはどうでもいいよね、正直。うん。その後の立ち回りがなんかおかしいなと思って。まともな人間じゃないなと思ったの。そもそも。発見の戦争ではない。いや、発端はそれやで。うん。明らかにルートがそもそも一緒やったから。うん。僕がでも言いたいのは、その後の立ち回りがなんか変やなと思って。そう、リプの反応速度もえぐい早かったしさ、普段配信見てませんとか言ってるのにさ、20分後ぐらいに送られてきとったし。批判してるわけで、いや、批判はしてますよ、正直。批判はしてる。その立ち回りおかしくねって。その言い方おかしくねって思ってますよ。うん。そもそもバイオって日本のゲームなのに裏技の発見者が大体海外勢なのなんでって。そらもう、あいつらがすごいからや。あいつらほんますごいで、マジで。ただ日本人も負けてないね。うん。日本人も負けてないと思う。タイミング被っちゃいましたね、で、そうそうそう。なんか言い方かな、おかしいなと思って。うん。スルスル詐欺がよくやる手口だし、訴訟しても金がかかるからやらんのは見え見えトマトくん。どうなんでしょうね、実際は。梅屋さんの裁判相手は韓国の人ですかね？じゃあ知らん。トマトちゃん何人かと知らんよ、僕。トマトチャンネルの宣伝になってるっていいやん。うん。非を認める強さを身につけようって、それ小田作さんにも言ってあげてください、本当に。明らかマクロやってたのに、マクロを認めない小田作さんに言ってあげてください、本当に。RS3 の花火ライデンは僕発見。発見ではないですね。僕のとこに DM が来たんですよ。うん。DM が来ました。それは、DM の送り主に関しては、察してください。僕は何も言いません、それはもう。察してくれとしか言えへん。ここだけの話になったら書けるけど別に。まあ、いずれ書くネタではあるけどね。まあ、察してくれ。それに関してはもう。ポイ太郎さん、ありがとうございます。初めてのスーパーチャット、ありがとうございます。他のゲームの講座、まあ、それは別にいいと思うよ、正直。もう、なんていうの。例えばさ、わからんじゃん、そのセミショバグを誰が見つけたかとかわからんから、それをわざわざさ、海外勢が発見したんですけどとか、そんなことは言わんでいいと思うけど、なんていうんやろな、もっとこうあるだろうって話なんよね、正直。ようやくチャンネル登録して5分経った、梅田さんのナイスメンバーの声がめちゃくちゃ好き、言ってほしい、お願いいたしますって。メンバーじゃないやん、あなた。なれよ、じゃあメンバーに。トマトのツイッター見たら、チンコ切れよって脅されてるって、誰や、そんなこと言ってんの。ひどいね、本当に。チンコ切りはやばい。また面白そうなことになっとるねって。ねぶりの小五郎さん？ねぶりの小五郎さんでしょ、あなた。怪しいですよ、正直。それはダメだって。それはあかんよ、本当に。チンコ切りはまずいよ、さすがに。塩のかけらさん、お帰りメンバーです。ジジイが言ってそう。疑われてるって。明らか怪しいもんだって、この人。堂々と登場しとるけどさ。ほんまギャグよな。うん。で、この件で外野がね、ガヤガヤ騒ぐと、僕が美味しくなるから、うん、僕が美味しくなってほしくないんであれば、ガヤガヤ言わん方がいいよ。外野は。ただの外野はね。うん。僕は当事者やし、僕の周りの視聴者さんはガヤガヤ言ってくれたら楽しいけど。また疑われとんかって。またも何もあなたでしょって。
カロンさんメンバー、ありがとうございます。ナイスメンバー、ありがとうございます。僕らは面白いもんね。うん。いいですね。ケイトさんもメンバー、ありがとうございます。ナイスメンバー。よーし、訴訟費用回収だ。美味しい思いしてほしいよなって。美味しいよ。美味しい美味しい。ゲームの裏技。いや、なんか営業妨害だの、誹謗中傷だのって言ったけど。うん。どこが誹謗中傷なんやろ。全部事実じゃん、だって。フラゲしてんでしょ、あんた多分。おそらくですけど。モラルないっすよ、正直。それは事実じゃないですか。だって発売数時間後にラスボス戦の動画どうやって上げれるんよ。そもそも。カイゲンさん、ありがとうございます。どうやってフラゲするんだと。それは小売店と繋がりがあったりするんじゃないですかね。回収してくださいって、ボイ太郎さん、ありがとうございます。ナイスパス。あなたを事実陳列罪で訴えます。なんなそれ ?MCPB さんおかえりメンバーです。ナイスメンバー。あ、どうす。この配信だけで弁護士雇える費用ぐらい稼げる。それは無理ですね、さすがにね。うん。頑張って稼がなきゃ。カズコちゃん、訴訟と。昔は普通に前日に売ってくれる店があったけど、そういう店はどんどん潰れちゃったって。でもそれってさ、ダメなんでしょ?その店がやることも、そもそも。で、だから、もうそれをやってる時点でさ、そのモラルがあるない話したら、もうその再生数稼いでお金稼げれば何でもいいって思ってなかったらやれないじゃないですか、そんなことだって。その作品を楽しみにしてる人のこととかさ、ねえ、ネタバレで、おすすめに乗って出回ってしまうかもしれんとか、だってサムネとかにもがっつりそのラスボスとか映したりとかさ、しとるんやで。アウトでしょ、どう考えても、それは。それはダメだよ、普通に。小売店関係者、まあ、そうでしょ。てか、そうじゃないとダメな、どうやって手に入るんって話だし。梅屋さんも大変ですよね。この時間をバイオ4のゲームに使いたい、ん?バイオ4の時間に使いたいですねって。違います。この時間が一番楽しいんです。なんなら、ゲームしてる時よりも楽しいです。おっす。だからできたのがドッキン法。あ、そうなんや。なるほどね。まあでもそのやり口がさ、なんていうの、自分がそのやってることに対して負い目を感じてるやり方やん。発売前に上げたら消されるから、じゃあ発売して数時間後に上げようとかさ。うん。まあなんか、ツイッターで調べたら発売直後にも上げとったらしいけど。いきなりエンディングの動画とかね、ラスボス戦の動画とか。でも確かに、僕もそれは怪しいなともずっと思ってた。うん。異様に早いなと思って。でも僕はすごいなと思ってて、正直。すぐやり込んでんのかな、この人みたいな。すぐにやり込んでやってはんのかなと思って、すごいなとは思ってたけど、でもなんかちょっと引っかかってたよね。ちょっとさすがに早すぎるな、みたいな。そんなこの人ゲーム上手いかなと思って。疑われてるコミを一生懸命、なんかフラゲってコメントしたらすぐブロックされるらしいから。うん。だからそうそう、負い目を感じてるやんね、それはね。やっちゃいけんことをやってるんだっていう自覚はあるわけやから、それは。モラルはないよ、モラルないことをしているんだなっていう自覚はあるよね、それはね、さすがに。気にせん人はそんなコメント欄も放置するしさ、その自我を出さないじゃないですか、そもそも。マスル君といいやばい YouTuber 見つけんの上手すぎって。いや、それはね、バイオハザード部に動画貼られとったからさ、こいつすぐパクったなと思って。うん。最近だとどれぐらい早かった?いや、なんか、スプラトゥーンとかポケモンはなんか、数時間後に上がっとったとかな、書いてたで。ほんまか知らんけど。ダメって分かっても、まあ、それだって金稼げるからね。うん。犯罪かって言われたらまあ、でもメーカーから例えば、これちょっとさすがに早すぎるんで、やめてくださいって言われたら、消すやろうけどさ、おとなしく。うん。田代正史純粋役やめろってもう何回出てくんねん、こいつも。覚醒剤みたいなこと言ってくさって、覚醒剤やろ、どう考えてもこれ。みたいなことじゃなくて、覚醒剤やろ、これ。田代正史やった、だって。なぎさんおかえりメンバーです。ナイスメンバー、どうぞす。田代正史もってないね、ほんまに。まあ、フラゲに関してはずっとそういうなんかいかがわしい噂は流れてるみたいですよ。うん、でも僕もほぼ黒やと思うけどね、正直ね。うん。早すぎるもん。うん。それもツイッターに僕上げてるからさ。トマト君、君は訴訟して金を稼ぎたい、チンカスモリモリのしこだるなんだねって。こういうのが訴えられるべきやろな、ほんとに。おぉ。トマトちゃん、訴えたいんだったら、この配信のさ、なんかその、変なコメント全部片っ端から訴えてったら小銭になるで、これ。トツ来ないかなって、こんでしょ、そら。トツ来ないよ、トツ。ごめんなさい、私が悪かったです。トマボーって。誰やねん、これ。何、トマボーって。トマボー遊戯王カード。知らん、知らん、こんなカード。このカード以外のフィールド上の植物族モンスター一体が相手の魔法をトラップカードの効果に対した時、このカードをリリースして発動できるデッキからカードを2枚ドローするって。まあまあいいやん。植物デッキか、これ。まあまあええやん。あんま知らんけど、遊戯王最近の。とつる度胸もない人に裁判をする度胸はあるのだろうかって。まあ裁判は裏でこそこそできるからね。うん。
配送業者は前日に手に入るんかって、どうなんそれ。詳しくないけど。プロフェッショナル RTA 対決って、なんでわしの領分で戦うんそれ。せこすぎるやろ、それ。渡すの方が訴えられるべきと思うわ。そうやな。徳田和子の写真勝手に使って訴訟総合とかわけのわからん、いかがわしい名前して、こいつが訴えられるべきやろ。福田和子の遺族は、こいつを真っ先に、秒速で訴えた方がいい、ほんとに。アホなよ、こいつ、ほんとに。お前が訴えられるよ、ほんま。安弁護士を取ろうって、どういうことやねん。初めてのスパチャ、意味わからんやろ、ひろやさん、ありがとうございます。事故中配信者なんて信用しなくていいよって言われて、トマトがひどすぎるとか言ってるけど、それ以外は動画誘導。どういうこと何の話や、それ。うん。テスニキさん、おかえりメンバーです、ありがとうございます。文也さん、今回のパクリじゃねえと思ったんで、ノリでシカゴを、売ったシカゴを必須と勘違いし、ん?必須と勘違いしてやってたのがきっかけ。いや、そこに至るまでのそのタレットのスキップするルートがそのままやったことですね。まずは。で、なんかシカゴを打つのも、なんかその動画で取り上げとったけど、それはわしがたまたまやってただけで別に必須じゃないんよ。まあそれはあのペンタさんが説明してくれてるけど、そこも怪しいし、うん。で、なんか参考にした動画はこれですって送られてきたんやけど、それがその戦場後半の動画やったよね。タレットの場所が別なんよね。それをさ、僕の配信でね、朝5時ぐらいかな、見つかったやつがさ、たまたまそのタイミングで自分で思いついたか、その参考にしてさ、思いつきましたっていうのは、さすがにちょっとなんか無理があるくないかって話。なんやけど、別にそこを僕責めたいわけじゃなくて、そう言ったら、じゃあそう言った時の、その後のなんか対応がおかしいでしょって話。そもそもね。うん、何回も先から言ってるけどさ。ほんじゃなんかその、梅田さんの存在以前よりお伺いしており、バイオさんのトップ配信者として尊敬しておりますが、配信を拝見したことありませんかって意味がわからんやん、この時点で。尊敬してんのか、どっちなのかわからへんでしょ。で、発言には十分お気をつけいただきますようお願いしますなんてさ、こんな文章目上の人間に送れないでしょ、どう考えても。うん。まあ、っていうのがまずおかしいのと、で、まあ、もともとその黒になってのも実際事実やけど。うん。で、なんか訴訟をちらつかせてきたりとかさ、おかしくないって言ってるだけです。ひろやさんメンバーをね、ありがとうございますね。ナイスメンバー。ブロッ。あざす。詳細どっかでタイトルに書いてるよ。ツイッターです、ツイッター。ツイッターどうやって見れるとか。何を言うとんねん、こいつ。結論、トマトは腐ってるって。もうこれは大丈夫よ。トマトちゃんとは言ってないし、トマトやから。セーフ。私はどうかしら?美肌和子って。全く関係ないからね、あなたは。美肌になりすぎた結果、のっぺらぼうになっとるやんけ。そもそも見てないのに尊敬しますアピをして、媚びを売りたかったのかって。確かにね。で、やのに、発言には十分気をつけろとかさ、言えるかそんなこと。言えへんぞ、怖すぎて、目上の人間に。しばかれるやろ、そんな言ったら。不利なリップは、全部動画を見てくださいと言って、まあ、最新見たことないのに尊敬します。どっちなんやって。よくわからんよね。うん。動画を見てくださいって、そのなんか参考にした動画見たんやけど、それは元からわしの配信でも話題に出てたよ。うん。その、戦場後半のタレットをスキップする動画やね。いろいろと驚きでしたって。つくもさんかな?ありがとうございます。これ視聴者からの動画を参考にしてるってことにしてるのって、まあそうですね。視聴者からの動画ってか、なんか視聴者からの垂れ込みみたいな手なんじゃない?まあそれこそ、滝沢ガレスみたいなパターンなんじゃないですか?うん。自分の上司にさ、発言には十分注意しろなんて言えるか?言えへんやろ、そんなこと。目上の人間、誰でもいいけど、上司じゃなくても。尊敬は名前を知ってるからっておかしいでしょ、そんな。成り立たんやん、そんな。名前知ってたら誰でもじゃあ尊敬してんのかよ。尊敬してねえよ、別に僕。僕は梅田さんの配信見ていますし、尊敬してますって。十分に伝わっております。あなた YMD さんですよね。ねぶりの心さんと同一人物ですね、あなたね。多分 YMD イコールフィストファッカー行国イコールねぶりの心。証明終了 QED でよろしいですか、これ。じゃあ投稿するなら垂れ込み先まで。まあ、こういうのを海外に来が発見してたんですけど、みたいなこと言ってたらまだね。って感じやけどな。もう一つ出してきたと、おい、こいつ手札いっぱい持っとるからな。なんでやねんて。おい、端末二つ使ってんちゃうぞ、YMD。YMD 端末二つ使うなよ。それか即、スパチャ送って切り替えたんちゃうか、アカウント。アカウント秒速で切り替えれるからな。ツイッター見てきました。いつもですね、そうなんよ。この配信を、に長く使ってる人ほど、はい、来た。はい、また来ましたって感じだからね。うん。名前知ってたら、尊敬なの、おかしくないって。おかしいと思う、僕はそれは。そう、結局、例えば僕の生放送を参考にしたとしてですよ。いや、僕がそう言ったとして、じゃあその参考にしました、すいませんでしたって言えばよくない?別に。うん。まあそれでも叩かれるとは思うけど、こんなことにはならんと思う。ああ、参考にしたいなって。モラルないな、この人なって。ずっと昔から同じことやってはんねやな、で終わりやからさ。それを自分でなんかその、
わざわざややこしい方向に持ってったのがなんか面白いなと思って。うん。なんでこんな立ち回りするんだろうと思って。僕がガーシーを知ってるから尊敬してるってことになるのかってならんよな。ガーシーはなんかお母さんに嫁されてなんか泣いとったけどさ。うん。お前が悪いって話やからな。うん。ツイッターの通知見てライブ待ってたわって。平尾さん、今日も平和で何よりありがとうございます。ナイスパス。訴訟費用に当てさせていただきます。配信見たことないって言わなきゃパクったのバレちゃうだろう。確かにな。僕もサブアカ作ってそんくらいスパチャできるようになりたいです。スパチャはできる余力はありそうやから、あとは斬新なサブアカを思いつくとこからですね。うん。自分で仕掛けたアリ地獄に自分で引っかかってるやんみたいな。うん。僕何もしてないよね。勝手に僕の目の前でこけてさ、うわ、開いてーっつって、で、訴訟だーって言われても、それはちょっと通じないよね、さすがにね。うん。そんなこと言われても、僕ただ立ち止まってただけなんですけどって話やからな。初見です。いつも動画見てますくらいの矛盾って、確かに。わざわざネタになってくれたら、そうやね。ありがとうございます、本当に。うん。ポイ太郎さんやってます。そう、当たり屋みたいな感じだね。悪質やろ、本当にこれ。これを TA や RTA で3のルートを参考にしましたならよかったけど、そうだよね。当たり屋に失礼なくらいむちゃくちゃやぞって。ほんまにそうやろ。これ成り立つんやなっていうのがすごいな、本当に。うん。トマトも梅のパクリなんですかねって。それはやばいってまして、そんな言い出したらもう、キリがないよ。ただ配信見てるだけなのにみんなから疑われるんですけどって。疑われるようなことをしたあなたが悪い。100悪いです、あなたが。あなたには前科がありますからね。前科もないような人わざわざこんなさ、お前やろとか言わへんよ。あなた前科何パンあると思ってんの、本当に。そら疑われるやろ、当たり前やん、マジで。どんだけ今まで配信荒らしてきたと思ってんの、あなた。モデレーターが配信荒らすって異常やぞ、ほんまに。トマト構文か、これほんまに。やめてくれ、マジで。だるがらみめんどくさいっすねって。楽しいっす。今楽しいっすよ、本当に。うん。そう。疑う方が逆にむしろ失礼まであるよ、本当に。RE4 で言えば自分でうまい。なんか村人自分で仕掛けたトラバサミに自分でかかったりするからさ。うまいね、それは。一通りクリアしたので、あ、アキさんお疲れ様です。そう、こうやって GS、GS リートは GS してるからね。ありがとうございます、本当に。騒ぎになってていろいろ見たけど、相手のキツ感がすごくて臭すぎて何も言えませんって。頑張るよー。結論すべて YMD が悪い。正解。YMD さんってもしかしてトマトって。怪しいな、なんかな。これもまさか YMD の支援か？だとしたら YMD すごい編集班とすごい撮影班雇ってることになるな。スピード感素晴らしいなと思うから。Y もクリアするまで我慢してたぞって。まあね。また YMD かって。また YMD っていう言葉があるからね。うん、まあ皆さんに最近配信に来た人に説明すると、このモデレーターの YMD さんというのはですね、サブアカを、YouTube でサブアカをいっぱい作ってこの配信荒らしてたんですよ、めちゃくちゃ。だから、そのいかがわしいサブアカが出たら YMD さんが犯人やって、また YMD の仕業かってて疑われるっていう。ただそれだけです。前科何班もあるんで、前科10何班ぐらい多分あると思うんでね。うん、楽しい配信、磁石さんやってます？ラスボス系とか全ムービーまとめとか、確かにクソ早く投稿する人いますもんね。なんであれ早いんだ。それが、今回の当事者であるトマトちゃんイコールなんや、それです。トマトちゃんがやってることやねん、それも。それもね。うん。だからフラゲなんじゃないかってもうめっちゃ疑われてる、正直。発売、そのゲームにもよるけど、発売から数時間後とかになんか上がってたりするから。うん。でもそれもなんか完璧に証明はできひんけど、でも明らかに物理的に無理な場合もあるからね。うん。そうそうそう。昔いた変なアカウント全部 YMD さんだったのかって。まあ、その可能性はなきにしもあらずやな。YMD さんは家がね、お金持ちでボンボンなんでね、スパチャ送る財力なんかいくらでもあるからさ。そう、他のゲームなんか明らかに早いらしいんよ。僕もちゃんとは精査はしてないけど。そうそう、ホグワーツレガシーの時も俺思ったんや。そうそう、思い出した。それやわ。一番違和感感じたの、ホグワーツレガシーやわ。すぐラスボスの動画上がっとったんや。そうそう、僕ね、一応ゲーム配信で、まあ、どういう動画が伸びてんのかなとか、その時のトレンドなんなんやろかなと、まあ、普通に趣味でリサーチしたりやっぱするんですよ。ホグワーツレガシー、まあ、僕は興味ないけど、まあ、バズるやろなと思ってて見とったらさ、もうラスボスの動画上げとった。懐かしい懐かしい。それや、それや。それそれ。一番の違和感。ありがとう。めっちゃスッキリしたわ。それや、それ。今来たコンパス、おたけさんやってます。動画ネタや配信ネタ増えて財布が潤ううまうま案件。いや、訴訟されそうで困ってるんです。助けてください。お金が足りないです。せえな、また天下30番とかやばすぎやろ、ほんまに。なぜこれで投獄されないのか不思議でしゃあないな、ほんとに。うん。梅田さんは時間どれぐらい？初見プレイの配信？11時間ぐらいじゃなかったかな、ムービー全部見て。そろそろ今月の
制限越したので僕はここで撤退しますって。おい、まだ1日やぞ。早すぎろ。そう、レガシーがめちゃくちゃ早かったなって思った。どれぐらい最短でクリアしたらあんな早くできるやろって、そのレガシーのゲームボリューム知らんけどさ。でもあれ結構オープンワールドやんか。めっちゃ時間かかんじゃないのと思ったよね。天下 30% 真っ先歌がそうなんよね。メンバー全員でアバだけダブラかけたのかって。トマトの動画普通に見てしまってました。別にそれはいいと思うよ、別に。見るのは。うん。見るなと僕言わんよ、別に。クラゲってどんなルート？まあ、さっきも話したけど、小売店とつながりがあるとか。だからさっき配送業者がうんぬんって言ってる人もいたけど、それはフラゲ疑われますよ。疑われるとか黒なんじゃないですか、普通に。それはもう、それをさ、証明する手立てもないけど、別にそこを追求したいとも思わんけど、モラルのない人なんやなっていうのも事実やから。うん。バイオ以外にも進出、いやでもやりたいと思わへんのね、そもそもね。やりたいと思うゲームがない。うん。ホグワーツレガシーも見たけど、別に全然おもろそうじゃなかったから、僕からしたら。ラスボスだけならまだしも、他の動画も上げながらは無理。まあ確かにね。小売店のつながり、口コミでフラゲするよっていうのをやってる。ああ、そのお得意様限定で。どうなんやろ、そういうのってさ、その正規の値段より高く売ってんのかね、やっぱり。闇ルートってさ、高く売るよね、多分ね。僕もフラゲしたいなと思ったことは死ぬほどあるけど。RE4 なんかフラゲできるんやったら10万でも払ってもいいかなと思ったけどね。消えたハザさん、ありがとうございます。どういうことやね。マーはどこ行ったんや。マーは花康夫さんメンバー、ありがとうございます。ナイスブルッ。ああ、どうす。某魔法学校でバッドエンドもトゥルーエンドもどっちも上がった。それトマトちゃんが上げたん。それもんなんできるんか。ライブ配信してもらいたいですね。絶対せんよ。普通にていうか、売り上げが縦によりは伸びる。あ、そうなんや。いつも配信見せたり、会えてますね。ナイスメンバーです。会えてます、本当に。だからメガネ半分なのかって、もう、アホやで、ほんまに。ハザマは最近全く話題になってないのにさ、なんでこのタイミングで出してきたん、ほんと。ハザマはディスコードにいるからね。バイオハザマードって名前になってるから。UN さんメンバー、会えてます。ナイスメンバー、おーぞす。間抜けってことって。天才かよ、マジで。松本人縛りの最強な、あれやな。脳みその回転やな、本当に。すごいね。間抜け。うま。メンバー以外もコメントできる。今日はね、この配信はできます。タイムアタックの時はまだちょっと余裕がないから解放しない。訴訟って簡単に言うけど、そんな無駄金を使う意味がわからなくて、はてなはてなんて。まあ、時間も取られるしやな。メリットなんてなんもないけどね、訴訟する。訴訟されたらまあ、それは僕受けますけどね。ネタ、もうそれもネタになるからね。でも多分、弁護士雇ったらそれネタにすんなって言われそうやけどな。うん。名前を呼んではいけない、あの野菜。今日はタイムアタックやりますよ、この後。今日はこの件について喋ってから、タイムアタックやろうかなと思ってたんで。僕のメンバークソ増やしてるんで、ありがとう、本当に。もうすでにね、15人以上増えたわ。ありがとう。儚すぎた男さん？誰やろう。10ドルありがとうございます。ナイスパス。ドネートマジ感謝。スパチャよりドネートの方がね、ウィンウィンなので、ありがとうございます。本当に。ツイッター見たけど、多分お前の自意識過剰だよって。まあ、それを証明する手立てはあなたにはないからね。うん。ないじゃん。どうやったら証明できんの、それ。この名探偵の筋が正しければ、強国イコール YMD。間違いない。よって YMD は有罪。おいって、どうなってんのね、これマジで。YMD どうなってんの、本当に。マジで。多分やろって、よくわからんけど。まあそういう人もそれいるやろ、そら。うん。トマトちゃん推したい人はそう言うしかないやんだって。いろんな作品のタイムアタック見て勉強させてもらってます。ありがとうございます、こちらこそ。タイムアタックは楽しいっすよね。まだまだ記録、走れば走るほど今記録出るフェーズなんで、楽しいっす。こっから乱数がね、どんどん絡んできたりとかしたら、ちょっと、なーって感じですね。この無能探偵なんとかしてこれ自分でやってるって考えたらほんまやばいで、マジで。これ自分でやってるってなったらマジ相当えぐいよ、ほんとに。シューさん儲かりまんな15度ありがとうございます。いつもドネとね、感謝です、ほんとに。忙しい、遅延するなってほんまに。野菜のツタが絡まってますね。うん、お前もトマトが確実にパクったって証明することはできる。だからそれを証明したいって言ってないって言ってんやったっけ。なんでお前話ほじくり返してんだよ、お前。その後の立ち回りがおかしいでしょっつってるだけやん。だそこを僕意地でも認めさせたいなって言ってないし。うん、無理やん、そんなん。それをさ、訴えてうんぬんかんぬんしてもさ、答えなんか出ねへんから。訴訟する意味もないでしょ。できないでしょ、そんなん。僕も自作自演してみたいですって。難しいぞ、本当に。そう、話聞いてないやろ、お前。今入ってきてさ、パッてお前コメントしてるやろ絶対。話聞いてたかお前。ギリチョコさんメンバーありがとうございます。ナイスメンバー、ありがとうございます。
お互い証明できひんねんからそこで結論出ないじゃないですか。どっちみち。分かりきったこと言うなよ、お前。考えたら分かるやろ。この話をさ、僕が配信でやっててさ、どうしてもあいつのパクリを認めさせたいんですなんて言うと思うか？そもそも。そんな話になるわけがないやん、どう考えても。考えたら分かるやろ、ちょっと。どんだけバカなんの、お前。わざわざ自分のな、脳みそのね、回路がね、詰まってるのをわざわざ僕にアピールしなくていいから。うん。バカなんか、ほんとに。ウリンさん、ありがとうございます。サローサナさん、おかえりメンバーです。はい、それに、ボール。ありがとうございます。チンコ切ったらとかやばすぎる。まだそういう短絡的な考えにしかならんのがそもそもバカなんですよね。うん。これはやばい。地上ミニトマトやって。何がやばいとは言わんが、なんかやばいわ。タピオカパン！ナイスメンバー！あざす。信者によしよしされて可愛いやって。かわいそうに。お前じゃ突してこいよ。そんなコメントでわざわざ気に食わんねやろ？足のことが。来いよ来いよ。コメントでしかうだうだ言えへんねやろ？突してこいよ、ほらほら。お前の意見じゃ聞いたるよ。信者によしよしじゃなくて、じゃあお前が俺を退治してみろ、頑張って。ほら、はい、これディスコードのアイディア。突してこい、今すぐ。ケチャップ対応置いときますって、K1 さんられてます。ケチャップは好きですよ、普通に。話を聞いてないくせに人に迷惑かけるやつは嫌いですって、ポイさん、ポイ太郎さんやってます。そうやって話そらして逃げるんだろ、お前も。都合よく。バニーロケットさん10ドル、ありがとうございます。ナイスファスト。別にこいつじゃなくてもいいよ。AA 君じゃなくてもいいよ。突してこいよ。逃げるんやろ、どうせ。そうやってちょっと気に食わんから言いに来たんやろ？んじゃ、直接話そうや。いいやん、それで。信者によしよしされて可愛いって言うんだと、お前がさ、完璧な理論で僕をじゃ打ち負かしてみろよ。ほんじゃみんなの意見コロッと変わるでしょ。来いよ来いよ。かかって来いよ。バカなことやってねえで働け。サムネとの強烈コンボ来た。ちゃんこばさんありがとうございます。グレドラさんありがとうございます。AA は脳みその代わりにトマトが詰まってるのか？そう。お前が全員持ってけよ、じゃあ。ここにいる。お前が信者という、この視聴者たちを全員持ってけよ、じゃあ、お前。持ってけ、泥棒。誰もわしの話を聞いてくれないやつが、わしは潔白やって。黙れ、お前は。お前は黙ってろ。お前はただの嵐。黙れ。ええ、僕の代わりに突しよう。チャンスもらってるんだから。これで突できず逃げるようなら、とんだけ手はずる。ほんまやぞ。かかってこいよ、早く。お前だけやぞ、今のところ。信者とか、うんぬんとか話抜きにしてさ、これで訴訟ちらつかせてくる人のことじゃどう思うお前。これでもさ、おかしいって思わへんの。すごいな、ほんとに。これで訴訟がうんぬんがどうちゃうとか言ってくるんやで。ほんまにありえるんか、こんなこと。なあ。考えてみよ、お前。お前トマトちゃん好きかどうか知らんけどさ、別に僕のことが嫌いかもしらんけど、その感情一切抜きにしてよ。ここで訴訟がどうちゃってじゃあ言ってくるやつをどう思う？そもそも。考えてみたらわかるでしょ？突してみんなを納得させても、そうやで、ほんまに。はい、突してこい。ギリチョコさん、宴の投げ銭ですって。ありがとうございます。逃げたかって。ダッサいな、ほんと。中途半端やな。それで中途半端のことしかできんねやろ、お前。これからもずっとそうやって中途半端に生きてけ、ほんまに。人生インタリジアのクソ野郎が、ほんまに、マジで。こういう捨てやか突しないと知ってるよ。なんなら、梅田ジャパンの視聴者のサブ沸かせ説もあるから、こうやって配信を沸かすためのな。うん。配信沸いてるから。トマトツはよって。誰やねん。ええー、結構お前の配信って言われて嘘やん。ええー、なんて名前の人いっぱいおると思うけどな。まさか、アンリミ。自分から梅田罠に引っ掛けて何も関係ないとに訴訟を使ってた方やで、ほんまに。カルト宗教で草、統一教会かなって。お前なんか話通じひんな。お前の意見を聞きたいんやけど、普通に。そして突をするのかしないのかも答えれへんのか、お前。まあ、こういうのはね、自分の言いたいことだけ言うタイプやから。うん、こっちからその問いかけても返してくれないんで。うん。モコナモドキさん、会えてます。モコナモドキもドッキドキ。これで美味しいトマトでも買ってくださいって。トマト僕大好きやからね。トマト大好きですよ。トマト教なんか自分自身でトマト教って言ってる。そうなんや。トマトの種からやり直せって、ゲリさん会えてます。初めて生貝見た記念って。二次うんちやのに初めて生なんや。サイキさんありがとうございます。アンチも無視できない器で、つべで配信なんてすんなよ。さあ、かかってこいよ。いらっしゃい、いらっしゃい。自分で自分のことアンチって言ってるわ、お前。よっぽど暇人だよな、ほんとに。悲しいな、ほんとに。自分で自分のことアンチって名乗る人、久しぶりに見たわ、ほんとに。かわいそうやね。プチと疲れちゃった。リエの漫画？トツマだって、あれ？リエの漫画ってこれさ、あれ？誰だったっけ、リエの漫画って。リエの漫画ってさ、
もう消えたモデレーターの大輔さんじゃなかったっけ？違ったっけこれ、中身。あれ？大輔さんでもおらんけどな、配信に。謎いわ。僕の記憶違いかな。カツオの一本釣りの時に薪へ節約のために水をまくけど、お前は所詮それ、黙るんなら好きかって言われて終わりや。この名探偵の釣りが正しければ、AA も YMD のサーバーか、間違いないやって。また YMD か？これが宗教だとしたらどうしたらそうなるかわからないって。宗教っていうのはさ、褒め言葉やからね、正直。うん。宗教って普通に褒め言葉やからな。なんかそれをディスってると思ってるのがやばいよね。それだけなんか色濃い何かがあるってさ、YouTube 上でなかなかないやん、普通。うん。褒め言葉ですよ、普通に。宗教ではないけど。ほんまこの無能とか言って、これ自演でやってたらマジやばいぞ、本当に。ガチのサイコパスやぞ。返事がない。ただの屍のようでズマさんありがとうございます。盛り上がってきたぞーって。コメントが流れすぎてやばいよ、本当に。大量大量って、やばいで、ほんまにもう。なんかもうさ、ルアーを投げたとこに、着水する前にもうバスがさ、自分から飛びかかってルアーに食いついてくるみたいな状況になってるんで、おーって、投げれば投げるほど釣れるやん、みたいな。入れ食いやん、ほんとに。あれ、リエの満月って誰やったっけ？忘れた、ちょっと、誰か書いて。プレメンの配信実況に書いてよ。ちょっと待って。誰やった、リエの満月って。なんだ、AA も YMD かって。かもしれない。途中から参加した僕でもパクったパクってないの話ではないのは分かってるのに、そうやで、ほんまに。とつはよって。AA2021 年10月3日に登録。サブアカなんですかね、よくわからないですけど。右も左も YMD。ちょっと待って、コメントがやばい。スパチャが追えんくなってる。イカダヨウさんドネートありがとうございます。ちょっとドネート無視したらごめん。言ってね。5ドルありがとうございます。レオクリさんありがとうございます。宮森さん。米でしか強気になれないはどんなうまいこと言っててもダサいって。まあ、うまいことも言ってないけどね、そもそも。滑ってるけど。うん。自分でバナナの皮を置いて自分で滑ってるくらいダサいけどね。うん。あー、ロスイルミナス教団って。ロスイルミナスはすごいよね。あんだけ強信者を。やっぱそうやんな、大輔さんやんな。あれ誰なんリエの漫画って。やっぱ大輔さんや。大輔さん生きてたんまだ。宗教イコールそれだけリスナーに愛されてる配信者で認めとるやんけ。そうなんですよ。結局。認めちゃってるからね。うん。無事、前科31班記念って。いやもう、この配信だけで前科40班ぐらい言ってるやろ。うへへって、サメシさん、ありがとうございます。入れ食い。いいね。入れ食い。釣りやってる人にしかわからんね。サメシさんメンバーの方がお得っすよ。あざっす。ハウトツしないからお前の嫌いな配信者にお金が貯まるぞって。ええー、わー。変な連投も湧いてるって嘘？連投湧いてる？はよ、うん？あ、ちょっと待ってよ。大志さん、メンバーありがとうございます。あ、だ、訴訟祝いタコわさびさんありがとうございます。あれ、タコわさびさんメンバー消えとるぜ。梅にきが概要欄にスパチャしてくれたと名前書いて、うわ、懐かしい！ 2018 年代のそれ。そう懐かしいやん。トマトも梅田も好きだから複雑だぞ。表面上だけでも仲直りしてくれって。表面上だけ仲直りしてどうなんのそれ。どういうことし、表面上だけ何なのそれ。意味ないやろそれ。表面上だけ仲直りしたって分かってたらさ、それお前意味ないやん。バカなんかお前は。マリカーやんって、うまい。そもそも信者って言葉、侮蔑じゃないんですよねって。まあ、そうやな。それを侮蔑やと思っ、侮辱の言葉やと思ってるのがちょっとなっていう。ハルさんメンバーやってます。おかえりメンバーです。ナイスメンバー。ブロッ！ありがとうございます。グミグミさんありがとうございます。グミグミさんメンバーならんね、ほんまね。メンバーならん派閥や。山の王の一派や。ちょ、コメントやばい、マジで。ちょ、スパチャだけ追うのにも、ちょ、タコワサビさんおかりメンバーです。トマトもええ、もう、カイカイ映すぞ。狭間の地、かゆい日の王って。元ネタがわからん、これ。なんや、これ。フロムか元ネタ。意外とみんな覚えてんの草。ちなみにセミショチャームのスクショ DM も自分ですねって。大輔さん生きてたんかよ。大輔さん戻ってこいよ。なんでおらんくなったん、急に。やっぱ大輔さんやん。合ってるやん、わしの記憶力。合ってるじゃん。なんで戻ってこんのや、メインやかで。スパチャブタくん聞きすぎて面白いからもう満足やって。負けちゃったね。またね。養分になっちゃったね。バイバーイ。また来てな。お前の完全敗北だわ。養分になっちゃったよ、ほんとに。ただ、養分の中でもお前雑魚やぞ。雑魚。雑魚養分。ホビット族に生まれ、片親パン食って育った腐れトマトとか、こういうコメントが多分訴えられるべきなんやと思うけどさ、僕は。うん。ラルフさんおかえりメンバーです。ナイスメンバー。ありがとうございます。あかんな。これ雑魚やな、ほんま。ブルギルやわ。
こんだけスパチャ飛ぶなら、スパチャ台分の弾薬しか使えない RE4 実況できそうなレベルって。スパチャ分の弾薬、どういうこと？一発1円？でも200円来たらもうクリアできると思うけど。エルデンの狂いの日の、狂い火の王か。なるほどね。はよメンバーが突入してしまうぞ、プチトマトって。もう逃げたよ。キングジョーさんやってます。ポイ太郎さんやってます。とんだメス豚やな。誰やねん、マジで。よし、やっと追いついた。ごめん。ちゃんと否定してから消えるや。わしが疑われたほんまやんけって。こいつやばいな。この YMD ってやつもやばいよ。結局、自分に火の粉が降りかかるのをいかに防ぐかみたいなことになってるって、ほんとに。最低野郎やな、こいつ。この YMD ってやつは自分のね、自分のことしか考えてない、ほんとに。無価値な人間でしたね、AA 君。ヒロさん、ありがとうございます。粉チーズ生産再開ってするなっつってんの、マジで。狭間をなんで今このタイミングだから出してくんのやって、お前。おかしいやろって。狭間のハの字もなかったやろか、バカタレが。なんで狭間が出てくんのね、このタイミングでよ。今回の AA 負け劇場切り抜くて、いや知らんけど。ツイッター見てきました。腐れトマト、はよ。言われてるぞ。なんか配信実況見たらさ、AA ってユズボンだったんじゃないかって言われてるぞ。おい、またユズボンか、お前。YMD 訴訟で。YMD 訴訟していいんちゃうわし、これ。YMD 訴訟しようかな。YMD さんと僕、一瞬 Facebook で繋がったこともあるからさ、本名知ってんのよね。訴訟するか、もう。YMD を僕が訴訟してみたらいいんちゃう。YMD 運用費って。なんで YMD にあげてんのよ、スパチャ。おかしいやろ、それ。YMD の運用費って何や、そもそも。A 君は E 栄養になったなって。いやいや、まだまだやな。これ、栄養剤一本分ぐらいやわ。YMD 山田さんかなって。山田さんなのは言ってるよ、配信で。うん。そのままや。コントになりません。途中で来たのが悔やまれる。二なりで抜いてる暇がなかったって。なんなら住所も確かにアルバム送ったもんね。外事版ブラザーズバンドってこのタイミングで戻ってくんなっつうのもわけのわからんメンバーがよ。外事版ブラザーズバンドいらないよ。このミニトマトをブラックバスで合わせて料理にしましょう。ところでブラックバスで食べれるんですか？ブラックバスは白身で淡白な味わいです。コメントできる珍しいなって、まあタイトルの通りやね。うん。さすが YMD さん、尊敬に値します。プロやからね、この人は。うん。あ、これ、ツール使用を嫌悪する竹井壮って。やばすぎやろ。訴えようと思えば訴えられるっていう、YMD さん。無理でしょ？ツール使用を嫌悪する竹井壮、お前、レオリマ。これはやばいな。これちょっと伝わる人にしか伝わらんけど、まあ、梅田ジャパンのコア視聴者のとこ、これは、くそ。これやばいな、これ。天才だな、これ。見て。レオリマの顔にさ、竹井壮の顔貼り付けてやがる、こいつ。とんでもないね、マジで、ほんとに。やばいやろ。天才やな、マジで。天才すぎやろ、これ。レオリマの天才やね、マジで。レオリマの顔に竹井壮の顔貼り付けてるわ。なんかなと思ってん、竹井壮。じゃないなと思ったよね。レオリマかどうかわからんかった、正直。やば。天才やな、ほんとに。明日のおかずはトマトとバスのアクアパッツァで決まりだな。いいね。美味しそう。多分普通に美味しいと思うんですよ、アクアパッツァ作ったら。陽慶お帰りメンバー。このタイミングでまた陽慶戻ってくる。せめて角度を合わせろって、もうガバガバやん、これ。合成立つないかって、もう、合成したという、そういう事実だけあればいいからさ。うん。ごめんなさい、ズーボン。ザーボンがユズボンってこと？ズーボン。アホや。ユズボンも一生ネタにされるな、ほんとにな。ズーボンやばいって。これも雑コラでしょ、これも。あ、もうクッソ雑コラや、これも。ズーボン。でもこれはちゃんと色味合わせてんのがいいよね。うん。色味ちゃんと合わせてるよ、これ。これこそレオリマにそう、そうやと、ま、国際裁判になるよ、ほんとに。ほら、ズーボン。はい。まだちゃんと作ってるなと思うけど。もうトマトのこと忘れて、忘れるよ、ほんとに。まあ、トマトちゃんに言いたいのはもうそれだけよ。うん。立ち回りミスったなっていう、その後の立ち回り。うん。パクったパクってないはさ、水かけろになるから、結局証明もできないし、それは別になんていう、僕も証明したいとかそういうわけではないけど、その後の立ち回りがダメだなってだけです。
武井壮と同一人物、そらそうでしょ。うん。俺ならベジータに勝てそうって。負けるやろ。秒殺でしょ、こんな。トマトが頭やで、もうトマト忘れた。もうどうでもいいマジで。うん。まあもういいですよ。トマトが前座やったって。ベジータに一度は確かに勝ったよな。久々にリアルタイムで配信しましたが、なかなか面白い展開ね。今日はもうサウナ行かんとすぐ配信しようと思って、とりあえず。梅田ジャパンいつかは炎上しそうな気がするって、残念ながら炎上し、そんな炎上って炎上したことマジでないな。だってこんなさ、コラ画像大量に貼られまくってる配信やで。燃やそうにも燃やせんでしょ。みんなが面白がるだけやから、ただ。すでに燃えてんのか。そう、今に始まったことじゃないからね。うん。訴訟脅しは脅迫罪になります。さっきも話したけどな。やっぱりどこの層でも同じだけど、無駄に訴訟をちらつかせるテンプレってまだ存在するんやなって。そうやね。それでビビるって多分、思ってるんでしょ。うん。まあ、キッズやったらビビるかもしれんやん、それで。訴訟をちらつかしたらな。うん。この配信、キチガイしかいないからなって、そうなんですよ。オズムンド・ハザマーって、それ前作ってなかったか、それ。リサイクルじゃないか、それ。それリサイクルやろ、それ。灰だからも思えないって、僕ら灰になってしまったよな、もう。感情の仕掛け論で炎上はまあないと思って、まあ炎上うんぬんの話じゃないよな。アンチがそう美味しいんよ、ここはね。うん。で、僕自身もともとニコ生の民なんでね、そういう、やっぱ民度が終わってましたから、あそこは。ニコ生のバイオ法配信出身なんで、もう死ねが挨拶みたいな配信やったからさ、普通に。うん。初見でも、おい、初見です、死ね、みたいな。こんな感じの配信ばっかやったから、狂ってるよな、本当に、普通に。それは買ったとしても訴訟代の方が高そうなんやけど、買ったら訴訟代は取れるの？いやーまあ、仮に、なんか 逆に損したけど、相手を、その、いさめれましたみたいな話はあるけどな、実際。どっかの議員もそうだけど、弱者は説明もしないで訴訟を散らす回数を脅すしかできないんですよ。なるほどね。ニコ生に比べた YouTube なんか本当に、優しいもんやね、マジで。うん。犯罪者の多い配信が炎上するわけないやろって。そうやな、炎上しそうになったらその犯罪者は僕差し出すからさ。こいつらが悪いんですって。こいつらが配信で暴れたからです。差し出すからね、僕。ヤフミさんリアルタイムで見てたよ、もちろん。もちろんですよ。白文字がなんか言ってるけど、お前ら金払わんでええんかって。また白文字煽りも始まったな。ヤフミコピペ嵐で溢れ返ってそうやで。いろんな配信荒らされまくってたからね、ヤフミさんのせいで。ヤフミさんのせいではないんやけど、別に。トマトちゃんまだツイッターでブツクサ言ってるって、それは言うしかないでしょ。被害者アピするしかないやん、こうなったらもう。そうしかた、そう、そのようにしか立ち回りできないんですから、そもそも。もうあの人にとってはね。うん。白い4号さん、あえてます。プレメン。ナイスメンブルー。あざす。プレメンの得点はね、豪華なんで、ぜひぜひ、お楽しみ。あれ。訴訟に来朝倉未来ってなんかやっとったな。平本蓮訴訟するとか言ってなんかツイッター消しとったやん。平本蓮を訴訟するとか言ってさ、ツイッター消したら自分が聞いてるって言ってるようなもんいないけどね。あれもなんか立ち回り下手くそやなと思ったな、正直見てて。うん、聞いてるやんってめっちゃ。言われるの当たり前やん、それ。でも聞いてなアピするでしょ、そこで。でもさ、訴えるうんぬんとか言ってさ、その後ボロカス平本蓮に言われとってやで。ツイッター消したら、もう聞いてるって言ってんのと一緒やから、それ。誰もがそう思うもんね、それ。やっぱそれだけをね、答えてくれてありがとうって。いえいえ。訴訟ねえ、アスカ切られる。でもあれはさ、相手どっか行ったんじゃないの？ちくわさんやっけ？うん。そう、訴訟するんやったら、もうなんかさ、うだうだ言うのが、ダメやって言われるから、結局。絶対。メンバーになってない人いたんだって。ゼノじいさん会えてます。また煽りが始まった、俺も。まあ、平本蓮はネットの立ち回りめちゃくちゃうまいね、普通にね。うん。普通にあれはちくわが100倍。まあ、それはそうやな。あれは悪いでしょ。おちょくってるもんだって、容姿を、明らか。整形魔人であることをおちょくってるから、あれは悪いんじゃないか？ちくわが普通に。金がねえんだって。概要欄にある給付金まとめ案件やってこいや。毎回バイオ発売の度に似たようなのが湧きますが、向こうから来る上に謝らないやつが多いですよ。まあ、そうだよね。うん。トマトちゃん、人の動画参考にして URL も貼ってないくせにパクられる心配してるらしいって、どういうことやねん、お前それ。頭いってんのか、ほんまに。バグってるやろ、それは。新規の話、毎月500円払えないってなんでなんだ、確かに。500円は1週間のお小遣いって、嘘つくな。パクったあげくパクられないか心配してるって、もはやバグの領域だって。そのバグをさ、その脳内のそのバグを動画にしろよ。とんでもないバグが見つかりました、脳みそにつって。あげたらいいんじゃん。トマトのセリネ、80、58、80って。蓮舫の3サイズ。結婚してから小遣いなんてないけど、嫁に黙ってメンバーになって長いこと経ってるって、ありがとう。そういう人がちゃんと お金ね、少しでも稼げるように、稼ぎ部とかいろいろコンテンツは用意してるからさ。ネットからお金稼ごうぜ。他にもサブスクしとるんやろ。まあ、優先順位の問題やね。うん。
僕は何回も言ってますよ、そのスタンスね。例えば、梅田ジャパンに490円すら払う価値がないって言われたらもうそれまでやん。それはもうしゃあないよ。そいつにさ、いや、そんなメンバーなれよって言えないよ、それは。うん。メンバーになりたいけど、お金がないんですって言ってるのは、それはおかしいでしょって言ってるんよ。だったらポイ活やるなり、自己アフやるなりさ、さっきの給付金案件やるなりさ、やればお金はあるんですから、できるでしょって言ってるんよ。未成年でもできる案件いっぱいありますよって言ってるんですよね。それだけですって。非メンバー降りするメンバーはスパチャであるくらい増作でもないよな。ところでプレメンじゃないメンバーいるの？確かに。一食我慢するとか、まあそういう物理的にお金を捻出することもできるけども、ネットに落ちてるお金拾えばいいんじゃないのって思うけどね。訴訟すれば嫌いなやつを地獄に落とせるかなって、訴訟できるその要素が揃ってるかどうかによるんじゃない？ただ嫌いっていう理由だけでは無理でしょ。明らかに価値あるって、ありがとうございます。ネットにお金落ちてるからさ。でもそれを言うと、なんかいかがわしいとか怪しいとか言い出すんよ、そいつらは。怪しいわけないやんって。上場企業の案件のどこかじゃ怪しいんやって。話になるよ。それ言ったらお前がなんかインストールしてるわけわからんゲームの方が怪しいんちゃうかってなるからさ。めちゃくちゃ久しぶり。おー、久しぶりっすね。わしは趣味でプラモ作ってるけど、プラモ代頑張って稼ごうぜ。ポイ活を片っ端からやればすぐ枯れるけど、50万くらいサクッと稼げるんじゃないかと。いけるよ、全然。落ちてるもん。稼ぎ部、ね、プレメンのコンテンツの稼ぎ部に今上がってますけど、現時点の、稼げる金額、18歳未満で稼げる金額8万4000円、18歳以上で稼げる金額157万円、まあ、有料案件もあるんで、こっからまあ、さっぴいた金額になるんで、まあ、ざっくり、仮にね、30% さっぴかれたとしても、100万は残るから、無料の案件だけでも30万円分の案件が稼ぎ部にまとまってるわけやからさ、それはこれ全部やればいいんですよ。じゃあ1ヶ月の給料分ぐらいになるでしょう。ポイ太郎さんとラルフさん、プレメンアドマス、ナイスメンブルー、稼ぎ部に言ってらっしゃい。ポイ活って何ですか？自分で調べてください。で、ここにその、ま、案件はまとまってるんよ。僕のね、プレミアムメンバーの特典に稼ぎ部っていうのがあるんですけど、でもこれは別に、梅田ジャパンのプレミアムメンバー特典でしか得られない情報ではないんですよ。自分で調べたら、たどり着くんです、その情報にはね。うん。いくらでもたどり着くんです。たどり着くけど、自分で調べるのめんどくさいでしょ、みんな正直。どの案件をどこでやればいいのか、これはどうやればいいのかとかね、いちいち全部グダ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 調べながらやるの多分みんなめんどくさいと思うんですよ。めんどくさいからみんなやらないんで、だけど、そのめんどくさいそのリサーチ、情報を精査するのを、プレメン代でショートカットできるっていう意味合いなんですよ。はい。これを見てこの通りにやれば、あとはもうロボットのように、脳死でポチ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 やるだけでお金が稼げるんやんか。たったそれだけでしょっていう話。そこにまあ、お金を払う価値を感じてもらえれば、プレメン代は即回収できるよねって話ですよ。中2のクソガキやけん無理やって。いや、ゲームの案件とかっていけるよとか、俺も中学校の時やってたで。ポイ活。ゲンタマでやってた、ゲンタマで。ゲンタマでな、ハンコインの商品券買って、スペシャルフォースに課金しとったわ。僕もプレメンに載ってたあった情報をもとに月2万から4万の小遣いを稼げるようになりました。いいっすね。で、まあプレメン限定で僕から案件流したりもしてるしさ、これとは別にね。これは別にリサーチすることでできるだけの案件やけどさ。そう、12歳以上からできるんよ。さすがに小学生は無理やけどな。そう、ゲンタマでやってたさ。狭間ってやつ、この配信見てるのかって。なぜ今このタイミングで狭間を名指しにした、そもそも。狭間を名指し。なんでやねん。なんなら、アプリの動作確認とかアンケート答えるだけのポイ活で月20万近く。そう、案件が溜まってる時は稼げる。んでまあ、案件っていうのは結局なくなっていくんで、最終的には稼げなくなるんですけど、まあ半年から1年ぐらいのスパン超えたら、またなんか案件がごっそり入れ替わったりしますから。まずいトマトにパクられた。早すぎやろ、マジで。スマホ、パソコンがあれば誰でも。そう、今スマホかパソコンでさ、僕の配信見てるんでしょ？できるできる。あとはやるかやらんかですよ。ラブリーガットヒロシポさん、おかえりメンバーです。ナイス、ブロッ。ズーボン、また現れた。トマト、このネタパクるなよって。白い4号さん、スパチャありがとうございます。プレミアにもらってもらって、スパチャもね、ありがとうございます、本当に。メンヘラやし、高確率や配信見てるやろって。まあ、見てたら、もう僕に絡まないのが正解だと思いますよ。もうね、何やっても多分ボケット掘るだけなんで、正直。もうね、このことは忘れて、無心で動画投稿しましょう。マジでアドバイスするのはそれ。だってあなたお金稼ぎたいんでしょ？お金稼ぎのために YouTube やってんでしょ？じゃあこんなね、わざわざめんどくさい案件に首突っ込まないで、無心で動画上げまくったらいいんですよ。モラルがないとか言われても気にすんなよ、いちいち。そこでさ、ちょっと顔出してさ、Twitter とかやり始めるからあかんねん。
外注でな、ほんまにちゃんと稼いでるやつは、そんなツイッターなんかやってないから。うん、なんか反ステルス YouTuber みたいなさ、そんなちょっとみっともないことすんのやめろ。うん。完全なステルスでやりきったらいいやん。稼げんねんから、それで。小五郎さん、プレミアザス。ナイスメンブルー。おーどす。ナイスナイス。個人的にモッピーがおすすめ。あ、僕の稼ぎ部でもモッピーをおすすめしております。うまもんさん、ギフト、ありがとうございます。まあ、ちやほやされたいってその承認欲求が出るのはしゃあないけど、うん。それで失敗してるといっぱい見てきてるからさ、うん。いっぱい見てきてる。でも実況とかしてないやったらさ、うん。結局その個人にファンつけてね、そこでがっつりビジネスって難しいから、うん。まあ、その点だから、ソレイケジェットさんはね、ちょっと地声出したりとかして、ファンつけて、あのやり方は動画だけやけど、もちろん上手いなと思ったね。うん。バイオ配信者で言うとね、ツナマグロさんは元からやってるし、うん。そう、ユーネクストもあるよ。ユーネクストのアフィとかもあるし。アフィとか案件か。うん。で、あれよ。給付金案件は、これ、他の人に自分が紹介コード送れば、自分もお金稼げる案件だったりするから、友達とかにやってもらって、お金稼げるやん。友達にも1000円もらえて、自分も1000円。友達が1000円もらえて、自分も1000円もらえるとか、あるしね。うん。そういう風にやって、一回僕のとこでやってもらってから踏んでもらって、みんなに広めたったんやね。うん。トリマ使ってる。ああ、なるほどね。お、ゼノンさんもプレメンありがとうございます。あれ、プレメンじゃなかったっけ？ツナマグロさんそうっすよ。うん。ツナマグロさんと初めての絡みは R1 の時だったかな確か。うん。ツナマグロさんのことはもともと知ってたよ。バイオセブンで登録者1000人から一気に1万5000人とかな、バズったっていうのは知ってたから。うん。すごい、すごいなと思って見てて。ざっと羅列されると成功してると精神安定してるの。まあ、成功してるっていうか、まあ、一時だけ波に乗るとね、それがどうなるかっていうの分からんから、うん。まあ、僕みたいにやっぱある程度メンバー数がね、いるとかさ、そういうのが、大事かもしれんね。うん。固定の収入がやっぱちゃんとあるかどうかっていうの、大事じゃないですか。うん。ドヤムーンさん、おかえりじゃないわ。ナイスメンブロッあざす。ゼノンさん、5件のギフトありがとうございます。ナイスボスロッあざす。ギフトもね、ありがとうございます、本当に。お金の余裕は心の余裕。まあ、それはそうだね。あの人の解説ってかなり分かるぞ。ツナマグロさんは、アリツの時も解説動画めっちゃバズってたから、うん。だからそうやってね、叱るべきタイミングで成功する人って、自分が何を求められてるかっていうのを全部理解してんだよね。うん。ツナマグロさんはやっぱその解説動画、元からゲーム上手いし、解説動画を作るのも早いし、編集も上手いからさ、うん。サクッとそれができちゃう。で、それが、視聴者さんないしはその YouTube のおすすめに載ったりして、その、バイオをプレイしてるユーザーが求めてることっていうのはもう、そこまで一気にその直線で突き進むから、だからやりきれるんよね。うん。だから僕はそれに手出さんかったんよ。ツナマグロさんと被るし、で僕その攻略動画とか一から作ったこともないし別に。うん。だから僕はタイムアタックに走ったんよ。とりあえず。っていう風に、やっぱその戦うべきところでちゃんと戦うことと、もう戦わないところで戦わない。まあ、むしろそっちの方が大事かな。うん。名前にうんこついたんやがって、おめでとう。はざまって最近この配信にいるのかって、いや、おらんよね。プレメンは300人ですね、今ね。500は言い過ぎや、さすがに。プレメン500人ってやばいよ、だって。それメンバー3000人分やで。プレメンだけで3000人になっちゃう、それ。うん。そう、いかにね、戦わないかっていうの大事ですよ。うん。まあ、ツナマグロさんは僕も応援してますし、僕も応援されてるしね。うん、仲いいですよ、本当に。釣りも一緒に行ったことあるし、ラーメンも一緒に食ったことあるしね。うん。バイオ4のプロ解説、ああ、だいぶ前やな、それもな。途中で終わっちゃったけど。まあでもあそこまでやれればもうできるっしょって思ってるけどね。そう、住み分けやっぱ大事、本当に。うん。どこでやっぱその勝負するかってのはマジ大事です。その視聴者さんが何を求めてんのか、で、自分に何を求められてんのか、うん、大事です。やっぱ今回はね、R2 のハードコア S プラスほどではないけど、やっぱ猫耳ってみんな取りたいじゃないですか、ニューゲームでね。プロで難易度5時間半でセーブ15回以内って結構厳しい条件じゃないですか。うん。まだ R2 のハードコアに比べればね、無限シカゴとか使える時点で、まぁ、あ、ちょっと緩くはあるんやけど、それでもやっぱ、そのノウハウは欲しいでしょ、みんな。うん。そんなにゲーム上手い人ばっかじゃないんやからさ。うん。共通の敵。マッスルくんのこと言ってんのかまさか。今メンバー3000、どうやろな、3200人ぐらい。3200、300人ぐらいかな、多分。わからんけど。ハンドキャノンのためにせこせこと頑張ってます。まぁ、あ、そういう人のために攻略動画って需要あるからね。今回そのよくわからないですけど、喧嘩吹っかけられてるだけなんですかって。いや、それはまた違います。ちょっとツイッター見てくださいね、それは。うん。でも世界一出したら走らなくなるのが残念って。走ってるやん、今。今ずっと自分との戦いしとるが、まだまだ更新の余地があるからの。回れ回れメリーゴーラン。もう消し
死んで止まらないよ。